全国のキャンパーの方もキャンパーじゃない方もこんにちは、ヤキンです。いつもキャンプどうでしょう見てくれている皆さん、いつもありがとうございます。初投稿から2年が経ちまして、まだまだ小さなチャンネルではあるんですけども、それでもねコメントがどんどん増えてきてですね、で中にはね常連さんなんかもいたりして、なんかもう本当にこのキャンプどうでしょうのチャンネルが盛り上がってきてるなぁと僕は肌で感じているわけなんですよ。でね、今後このチャンネルもどんどん成長していかないといけないなと思ってまして、今回実はいろいろ日々の動画の裏で動いてました。でそのうちの一つがサムネイルにもある通りですね、ウームネットワークの審査に通りましてですね、このキャンプどうでしょうウームネットワークに登録することになりました。今回はねそんなお話をしていこうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではキャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げているので役に立つ情報がきっとあります。まだチャンネル登録しない方はぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。皆さんね、ウームというのは聞いたことある方多いのではないでしょうか。ヒカキンさんとかはじめ社長さんとかフィッシャーズさんとか東海オンエアさんとか、多くの人気者が所属する、YouTube の事務所としては一番有名な事務所ですね。でその人気者たちっていうのは専属契約っていうのをしているんですね。でその専属契約っていうのをしていなくても入れるのが、うちのキャンプどうでしょうぐらいの規模でも入れるのがウームネットワークというものなんですね。一応入るのに審査がありまして、YouTube で検索していると実際に審査に落ちてる人とかも出てきたりするんですけど、審査基準とか合格率は特に公表されてないので、僕が実際になぜ受かったのかもわからない状態です。でチャンネル登録者数100人ほどのチャンネルでも受かったりもしてるみたいですし、逆に収益化してるチャンネルでも落ちることもあるみたいです。でまだ収益化してないチャンネルとかだったら、その中でもウームスパークっていうのがあるんですね。でそっちに登録することになるんですけど、このチャンネルは収益化してますので、このね、ウームネットワークっていうのに登録しました。ウームネットワーク、これに入ることによってですね、例えば他の YouTuber さんと交流できたりとか、中に掲示板とかがあったりするので、同じぐらいのねチャンネル登録者数の方とコラボもねできたりするんじゃないかと淡い期待もあったりですね、あとは音楽とか効果音、フリー素材、写真とかですね、そういったものが自由にダウンロードできたりとか、あとは YouTube 側でこういった変更がありますっていうのをいち早く知ることができたりとか、そういったいろんなメリットがあります。で僕がね今回きっかけとなったもので、それが前々から憧れていたグッズ販売ですね。で正直このキャンプどうでしょう、まだグッズ販売するような段階ではないと思います。チャンネル登録者数1600人の規模でグッズ販売するようなものでは正直ないと思うんですね。早いと思います。ただ僕自身も正直自分のキャンプどうでしょうのグッズっていうのが欲しいっていうのもありますし、でそれはね自分でオーダーメイドとかで作ればいいじゃんって思うかもしれないんですけど、自分のチャンネルとはいえ公式のものが欲しいんですよね。でそのグッズを1人とか2人とかでもいいですけど買ってくれる人がいたら嬉しいじゃないですか。でまだまだ正直小さなチャンネルなので、自分で全部やるってなると在庫を置いておくようなところを借りたりとか知識もないし、とてもじゃないですけどできないんですよ。なのでウームネットワークの力を借りてグッズを出してやろうと思ったわけなんですね。でまた詳しいお日にちっていうのは後日ねお話していこうと思うんですけども、このウームネットワークの力を借りて出すのであれば、今の規模感でも無理なくグッズを出せるかなと思いました。ただその代わりグッズの種類は限られてくるので、好きなグッズをどんどん出せるってわけではないんですけど、限られたね選択肢の中から出すことができます。で後々はね自分自身で出せるようになりたいなとも思ってます。実はですね、そのグッズ販売のために今動き出してまして、でそのためもあったんですけども、チャンネルのアイコンとバナー画像を変更しました。でそれに伴いインスタのアイコンも変更しました。でもともとこういうアイコンだったのがこういうアイコンになりました。そしてバナー画像ももともとこういう画像だったんですが、こういう画像になりました。もともとのねウサギのキャラクターはそのままなんですけど、グッズに出すというのもあって新たに書き直しました。これ自体は実は僕が書いてるんですけど、やっぱりねグッズにするってなると、その絵がグッズになるわけですから、ある程度ね僕別に特に絵が上手なわけではないんですけど、その中でもより良いものにしようと思って書き直しました。で実はこのキャラクターっていうのは昔ね YouTuber なんてやってない頃、僕が大学生だった頃にコンビニでバイトしてまして、その際に今日バイトで会ったこととか気づいたことなんかを報告したりとか自由に書いたりできるノートがあったんですね。そこに勝手に連載してまして、その連載の、キャラクターとして作られたのはこのウサギのキャラクターだったんですね。でそのキャラクターが夜勤中に時間がある時に書いてたりしてたので、そのキャラクターの名前が夜勤だったんですね。でウサギをね実際にその当時買ってましたし、ウサギが好きなのでウサギのキャラクターにしました。でその後ねいろんな SNS で夜勤を名乗るようになりました。なので今は僕自身が夜勤を名乗って YouTube をやってるわけなんですけども、そのウサギを YouTube でアイコンにしてまして、ただ夜勤という名前は僕自身が使ってるので、この YouTube のアイコンのこのウサギのキャラクターの名前はありませんでした。なので名前がないまま2年間過ごしてきたわけなんですけども、この度ですねやっぱり決めた方がいいということでですね、キャンビットくんという名前になりました。キャンププラスラビットで、キャンビットくんです。
ですね。まあ安直なんですけども、一応キャンビット君という名前になりました。で、この機会にね、違う動物に変えるのもありかなとかって思ってたんですけど、今回ウサギのまま行くことにしました。で、ウサギっていうとね、やっぱりキャンプでは DOD のイメージが強いと思うんで、他の動物にした方がいいかなとかとも思いました。で、そもそもね、動物をモチーフにしたキャラクターを作りたいと思ってたんですけども、例えばパンダとか恐竜とかフクロウとかも考えました。フクロウなんかね、完全に最近ハリーポッターのスタジオ行ったので、それの影響でね、フクロウなんかもいいなとかって思ったんですけど、最終的に元のウサギになりました。アイコンだけじゃなくバナー画像も変更しました。で、バナー画像っていうのはチャンネルのね、トップページのところに上にこう出てくる画像のことなんですけど、あれもね、やっぱりちょっとね、豪華にして YouTube らしいバナー画像にしました。で、これからもね、 YouTube のチャンネルとしてどんどん成長していって、皆さんにもっと楽しんでもらえたり役に立つようなチャンネルにしたいと思いますので、ぜひ今後とも応援よろしくお願いします。では今回の動画はここまで。チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。